人事部長の長ユーーーチュバの谷川です、えー、今回ですね、えー、新聞を読もうの間違いっていうことについてちょっとお話ししたいと思います。まあこれ何かというとですね、まあ、紙の新聞ですね紙の新聞についてはまあもちろん読めるなら読んでもいいと思うんですよ。でまあなんだろうこの時期ですねこの新入社員が入ってきて、まあ、例えばその 幹部の方とか経営者がです、ね、新聞を読もうという訓示みたいなことをですねメッセージされる場合ってあるじゃないですか。でこれはですねそれはなぜかというと紙の新聞というものが日々の情報を得るためには一番手っ取り早いというのがあったので、まあ、当然その新聞というものに価値があったわけですね。 ところが今はネットでいいっぱい情報を拾いますよね。まあ、この YouTube なんかもそうなんですけども YouTube でもテレビのニュースをまあ細切れにしてですね、えーまあ、大体各局がですね、まあ、大体ネット配信し,してますね YouTube で配信してます。ということはある程度自分が得たい情報を、まあ、こうアンテナを張ってですね、得たい情報があればですね、それを選んでいけるっていうのが今のネットの世界じゃないですか。 私なんかだと「ニュースピックス」っていうのを、まあ、購読をしていてですねやはり、まあ、結構、まあ、いろんなニュースを拾ってくる部分もあるんですね各社さんが、えーまあ、あの発表しているニュースなんかを拾ってくる部分もあったりあとは「ニュースピックス」オリジナルの記事なんかもあったり、まあ、得たい情報がですね、まあ、たくさんある中で まあ読,み読み切れる部分っていうのは、まあ、本当に一部じゃないですか日々日々においてはですねだけどもその得たいいい情情報報ののの価価値値がが高高んでですすねねそだからそういう意味ではそこにある程度主軸を置いて私だったらニュースピックスというのを置きながら、まあ、ヤフーニュースとかネットの、まあ、ニュースグーグルとかですね、まあ、そういうところから時々拾ってくるとそんな感じにしていたりとかするんですね。だからし ある意味新聞を読むことと同等のレベルでその情報は得られるということなんですねだからまあ今の時期に今の時,今の時期というか今の時代にですね、まあ、そのトップの方とか幹部の方が新入社員にメッセージするんであれば新聞を読もうということではなくどちらかというと日々の動向とかをキャッチするための価値ある情報を得ようと。 いうことがメッセージとしては正しいんじゃないかなと思います。で、情報の描き方、えー、手段っていうものは、まあこれは本人にまあ委ねるっていうことですね。新聞にこだわる必要はないと思います。紙の新聞にこだわる必要はないと思いますね。ネットから得れれば、えー、価値がある情報であればネットからだっていいわけでしょじゃないですか。例えばまああとはツイッターとかですね SNS から得られる情報だって価値あるものもゴロゴロ転がってますからね。 まあそういう部分では、まあ、今の時代っていうのは、えー、自ら、まあ、自分からまあ何かを得ようと思えば、えー、いろいろネット関係の中でですね、えー、拾っていけるということになります。で、まあ、あとその一つだけ補足しとくとですねやっぱりネットの情報っていうのは価値あるものもあればそうじゃないものもあったりとかするのでどの情報を得るのかっていうことは大事になるかなと思います。 ニュ,ースミニュースピックスみたいなあのポ,ーポータルサイトというかニュースのポータルサイトみたいなものっていうのは価値あるものが多いですけどもことですね例えばツイッターでもブログでもそうなんですけどもそういう個人が配信しているものに関してはやっぱり得られる価値のあるものもあればそうじゃないものもあったりするのでそこの選択は必要になるのかなというふうに思います。 ままあそういういことを踏まえてですね新入社員の方々においてはやっぱりどういう情報を得ていくのかっていうことですねこれはとても大事になってくるのでその何でしょうね,選ぶその目ですね情報を得る選び方とか選ぶ目っていうのはとても大事になってくるので選び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 方どういう媒体とかどういう情報を かから取ら取ななないといけないいととけっててうこでではなくてですね何を得ていくのか何を取っていくのか何を情報を得ていくのかっていうことですねそこがあのとても大事になってくるのでそこさえ間違わなければですね有益な情報はあの新聞や読まなくてもですね得られるな得られるなというふうに思いますのでまあそういうことを考えてみていただくといいのかなと思います。はいということで今回は以上になります。ぜひ 高評価とチャンネル登録をお願いします。